北勇気も突っ張る気満々か、北勇気も突っ張る気満々か。あ、しかし残り2周、抑える山田久典を突っ張る北勇気、北がインコースを突っ張っていく。さあ山田久典は3番手で収まって、変わって5番手から6番手は酒井陽、酒井行った、酒井行った、北日本の2人を連れて打掌先行、6番手は酒井陽だ。すかさず5番手は大谷陽馬も追い上げて、3番の北勇気は現在4番手のインコース、北は内でちょっとかぶっている。最終ホームに帰ってくる6番酒井陽、4番手外並走から5番の太田、ただ7番の山田秀明はついていってない。8番手の山田久典は現在4番手アウトに追い上げて、前は6番酒井陽、番手1番佐藤慎太郎、これを5番の太田龍馬が捉えるか。まくり上げる地元勢、山田久典、山田久典が健康一滴、渾身のまくりが決まって、そしてようやくやってきた、あっと後方落車、3番の期待ですが、直線コースは山田久典、村上秀之、村上秀之、降臨2番村上秀之、8番山田久典、あと3太田龍馬はこの2人の動きを見ながら若干誘導との車間を空けました。残り2周の 800m、 吹沢がまず太田を抑えていく、太田は車を下げた、そして3番車林慶次郎、林がイエローライン付近上昇していって吹沢を抑えました。さあ3番林慶次郎がこの準決勝先行勝負か。しかし金で1番車太田がかましていった、太田が強烈な回転、一気にかまして吉本の牽制を乗り越えていきます。最終ホームに帰って1番太田龍馬、7番の村上秀之、4番河村浩二、この3名でどうやら主導権を取り切ったか。抵抗した3番車林慶次郎ですが、あとは5番の吉本拓司、7番手から2番車吹沢幸太郎がまくりますが、5番の吉本も自力に転じた、吉本も自力に転じますが、最終3、4コーナー、1番太田、7番村上、4番の河村、直線コース太田龍馬、この番手絶好、村上博之、村上博之差し切り、7番村上です。そして1番太田、4番か。一旦前を2番の松坂切ろうというところ、残り2周回。今度は8番木戸、4番大川、1番の小森は現在7番手。さあ前は少しごちゃごちゃっと固まっていますけれども、1番の小森はイエローラインの上段に駆け上がって一気にかましていく。少し口が開いている5番の山田久典ですが、さあ先行体制に入って1番の小森貴弘だ、5番の山田が追いついて、9番の岡崎智也、3番手どうでしょうか。今度は後方から8番車木戸俊之もスパートしていく、7番の酒井優は現在5番手のインコース付近、残り1周、1番小森高弘、番手山田が8番木戸をさばいていく、切り替える大川隆二、大川切り替えて最終2コーナー、番手発進、5番の山田久典だ、これを追っていく9番岡崎智也、さらには7番の酒井優、4番の大川、外2番車松坂もまくり上げますが、直線コースに帰ってきます、山田久典、追い込み勢9番の岡崎、7番の酒井優ですが、外から7番の酒井優、7番酒井、そして5番の山田に、4番金貝から先端を切り開きます。さあ一気にいった、一気にいった、2番の大坪、8番二郎を連れて、ただ北勇気は完全と突っ張っていく、完全と突っ張る期待ですが、強引に外、1番4番車金貝、ただ2番の大坪がちょっと連携させて番手からすかさず踏んだ、1番車北勇気です、期待が番手からすかさず主導権を取り返した。さあ金貝って1番北勇気です、5番佐藤慎太郎ぴったりマーク、6番車尾形哲馬、4番の金貝勇気、9番山下和樹です、7番の山本慎一、さあ山本は6番手から追い上げていく、残り周到 400m、1番北井勇気がぐん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 飛ばして、5番佐藤慎太郎、6番尾形哲馬、4番手4番金貝勇気、懸命に追走するんですがなかなか差が詰まらない、3コーナー、それでも4番の金貝が縦に踏むんですが、1番北井が抜群のかかり、直線コース北井勇気、番手から佐藤慎太郎、佐藤慎太郎が追い込んで並んでる五輪、北井か佐藤か、3着6番尾形哲馬、
いよいよ勝負どころ、残り2周、800メートルを切ります。さあ太田は車を下げないか、太田車を下げないか、4番の酒井陽、そして9番山田、山田が抑えた、酒井はこれで中段キープか、しかし7番の期待がアウトに追い上げている、期待勇気追い上げている、まもなく金を迎えるバックストレッチ、さあじわっと期待勇気、期待がじわっと先行体制に入って、2番の佐藤慎太郎、山田は3番手、山田は3番手、4番酒井が6番手、3番太田が8番手、ハーテン一列最終ホームを通過します。7番期待勇気がぐんぐん飛ばして佐藤慎太郎、大歓声の中3番手坂を詰める9番山田久典です。1番村上弘之、6番川村浩二で最終2コーナー、4番酒井が6番手から巻っていく、前は7番の期待、2番の佐藤、3番手三者審査、9番の山田ですが差が詰まらないか、直線コース、期待勇気、番手から佐藤慎太郎の追い込みですが、期待勇気が記念初制覇、期待勇気記念初制覇。